今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。今回はこのようなものを作ってみようかと思います。ダイソーのバスケット M サイズにハンギングチェーンをつけたハンギングチェーン付きのバスケットになります。使うのはこちらです。ダイソーのキャンプ用ハンギングチェーン、長さが 2.4 メートルで12ループとなってます。耐荷重は約 5kg、 1ループあたり 416g とか言ってます。こちらはポールとか樹木に結びつけてループがたくさんついてる、ベルト状のロープになりますので、いろんなものをね、干して乾かしたり整理したりするという、便利なハンギングチェーンとなります。はい、一応ジャンコードね、こちらに載っております。では開けてみます。はい、こんな風にね、くるくるって巻いてるのでちょっと開けてみないとね、分かりにくいと思うんですけど、こんな風にね、端っこはループになってます。で、これが 2.4 メートルに調整可能というのは、こういうことですね。はい、ここに調整用の自在のこういうね、部品がありますので、ここで長さは調整可能ということですよね。で、この後ループがね、出てきます。こんな風にね、黒い字のループ、緑のね、ベースのベルトに対して黒い部分がちょっと長いので、こんな風にね、自然にちょっとこう広がるような感じで、ここにフックが引っ掛けやすいような構造になってまして、で、一番端っこがどうなってるかというと、はい、黒いループがなくなって、で、またループがあるという風な、作りですね。で、今回ですね、使う際はこちらはね、多分外した方がいいと思いますので、取れるかな、ちょっと、取れますね。ちょっと外しにくいですけど、はい、取れますので、外してね、これはまた別に使おうと思います。はい、で、バスケットについてはこれですね。容器はダイソーのこちらを使っていこうと思います。で、これね、折りたためるんですけど、こんな風にね、ちょっとこうバシッとやってやると、これぐらい大きなですね、容器になります。で、こちらね、ポケットが各面にね、ついてる感じで、中もね、こうコーティングしてるような感じでね、防水まではいかないと思いますけど、多少湿ったものとか入れてもね、外にはにじみ出しにくいような加工がされてあります。こちらにはね、ベルトがついてるんですけど、外れるわけではありませんね。ここしっかりとね、固定されております。はい、ではね、先ほど外したこのハンギングチェーン、端からね、こういう風に通していこうと思いますが、ギリギリちょうどの大きさなので通しにくいんですけどね、こういう感じで、スルスルっと入っていきますので、これをですね、端っこまで入れちゃいましょう。こんな感じで全ての、はい、入りました。そうするとここでちょうど引っかかりますのでね、これ以上は引っ張っても抜けないというね、ちょうどいい感じになります。で、横はこの取っ手の内側をね、通してやれば、これ以上下に落ちないしね、取っ手がこんな風にね、なってますので、この取っ手の付け根から上までのね、幅もこのベルトとほぼ一致します。ということで、非常にね、都合がいいなと。で、反対側の方にもこちらを通してやりましょう。ちょっと通しにくいんでね、最初だけ苦労すると思うんですけど、慣れればね、さほど、つけたり外したりしてもね、そこまで手間っていうわけではないですね。はい、もうぴったりとね、はまりますので、こんな感じではめてやったらいいんではないかと思います。で、一周してきました。まだね、残りが40センチぐらい残ってるんじゃないかなと。はい、ということで、ちょうど一周してるここからここまでのこの黒い部分ですね、まずこちら使わないので、と余裕1センチぐらいかな。あんまり端っこだとね、ほどけちゃうといけないので、で、切っちゃいましょう。はい、で、こちらの縫い付けてあるところの、ギリギリのところまでこちらも切ってしまいましょうか。はい、
で、切ったところがね、ほつれてくるといけないので、こういうとこはね、多分加熱しといた方がいいんではないかなと思います。ちょっと溶かしてやればね、もう十分ですので、まあ、こんな風にね、溶かしてやって火がついてますね、燃えるのでね、注意をしてやってください。でこちらの部分もはい、こんな感じでね、もう十分じゃないかなと思います。では先ほど切ったところを、ベルトに通します。ベルト止めですね、ここに通して、でまた折り返して、で、引っ張ってやれば、はい、こういう感じでね、もうバッチリ外れない感じになりました。はい、こんな感じですね。いいですね。気になる方はね、まあ、例えば布用の接着剤なんかでね、もう止めてしまってもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、後でね、外したいなっていう場合にいつでも外せるように、まあ、そういう使い方をしたい場合はこのままでもいいんではないかなと思います。これでループに、例えばシェラカップだったり軽量カップね、キャンプ用のちっちゃいやつだったり、まあいろんなものをね、かけることができます。カラビナなんかもね、使ってやれば、まあこんな風にね、フックがないようなものでもそこに引っ掛けることができるので便利ではないかなという風に思いますし、ループの数も多いのでね、あちこちいろいろかけることができていいと思います。先ほどベルトのね、調整する部分で取り外したこちらの部分、例えば一つは、一方がね、ループになってますので、こちら側がね、もう一方はループじゃないので、でもう一方の方にカラビナとかをこう結んであってですね、はい、こんな感じでね、そうしますと、輪っかに通してやりまして、でこちらのループにカラビナを閉じてやれば、こんな感じでですね、片手で持ち上げることができますので、まあ、そういうのもね、一つの方法としていいかなと。こう両手で持たないといけないっていうと両手が塞がってしまうのでね、まあ、片手で持とうと思えばこういうのがあったらね、簡単に付け外しができるのでいいんではないかなというのが一つです。ただ私の場合は、例えば内側にね、こう何かこう入れたりする時にも、こうパターンと倒れないように、こうループ状のね、ベルトがあったら便利じゃないかなと思うんですね。なので内側にこちらを通してみようかなと思います。ということで、まあ、表裏を確認したら、この今度は先ほど使ったこのループの内側部分ですね、布用の接着剤でも結構強いものがありますので、そういうものでね、留めた方が、まあ、楽は楽だと思うんですけどね、まあ、そのあたりはね、また人それぞれ。そうしますと、先ほどみたいに何かこう細長いものなんかをね、入れた時でもこう倒れないようなことができると思いますので、はい、ということで、まあ、ダイソーでね、売ってるこんな、まあ、比較的色が近いと思われる糸と、まあ、針ですね、はい、ではまず一発端の方に縫いましょうか。ちょっとここにね、物を通せるぐらいの余裕を作った感じでね、でこの端っこの、上側ですね、この辺に通していきましょう。結構丈夫なのでね、ペンチとか使ってやると、簡単にね、できますので、あんまり太い針を使っちゃうとね、穴が大きくなっちゃうので、そこはね、気をつけて。はい、できましたね、こんな感じです。ちょっとね、緩めてからやったので、もう一回ね、ちょっと貼っときましょう。外側をね、緩めてからやった方がやりやすいですね、あるいは先に内側やる方がね、どちらかにすればやりやすいです。できましたね。内側ですね、一応このがループの端っこの部分ですね、で一回この
バスケットのループをくぐってこちら側1箇所、端で1箇所、そしてさらに端で1箇所、あと、こちらまたループくぐってますけど、ここはですね、ちょっと調整できるようにこんな風にずらせるように、ループの大きさをね調整できるようにあえて今は止めてません。また使いながらね止めていきたいとは思いますけど、でここ1箇所止めて、で最後ここが1箇所と、でちょっと太いね物が入れれるような場所を1箇所作った感じにしてます。でこれで端っこですね、もともとの、だから切ってはいません。でこちらね余ったところは、まあ、まだループになってるんですけど、まあ、外側にもね垂らせるようにあえてね、ここはまだ、くっつけてもいませんし、引っ張れば外れるんですけどね、まあ、外れるとも結構力かかるので簡単に抜けはしないと思いますけど、まあ、そういう状態に今してみました。これで外側のループと内側のループが完成ということになります。とてもねいいんじゃないですかね、便利になった気がしますね。もともとのポケットもあるしね、ループもあるので、これでね相当使い勝手は良くなったんではないかなと自分では思ってるんですが、そうそう、私の場合持ち手の部分はですね、こういうあのパラコードの両端にカラビナをつけたもの、余ってるようなカラビナでいいんですけど、こういうのをね使ってます。でこうやって持ってるので、ここの部分はねあえていらないので、こんな風にね内側のループに使ってみました。どうしてもね片手で持ち運びしたい時は多いので、こういうのあった方がいいし、固定してしまうとね物が入れにくいので、やっぱこうカラビナでパッと外せるようにしといた方が便利ではないかと思ってます。はい、では早速いろいろ詰めていこうと思います。まあ空っぽのね、状態なんですけど、まあ、風防ですね、ちょっと大きいやつ、これよく使いますので、この内側のレールと針のところにちょっと入れましょうかね、こういう感じで。でここにじゃあこれですね、カトラリーのセットになったやつ、くるくると巻いてます。じゃあ水ですね、キャンティーン 1.5リットル、これ入れましょう。それからこれ親子メスティンと、ポケストもね、2つ入ってて、まあ、全て揃ってるね、とても便利なアイテム、まあいろいろ入るんでね、これ、何でしたっけ、ギアケース、福さんのやつね入れときましょうか。この中にね基本的にいろんなもの入ってます。あとこれあの燃料ね、燃料系が一通り何でも入ってるよっていうやつですね、バックジェル、ヘクサミン、アルコール、これもじゃあ入れておきましょう。ちょっとポケットにも入れましょうか。この辺がね、これはウェットティッシュケースですね。あと網とか何でも使えるトレーとかを、まあ、この辺りですね。アルコール必要ですよね。ちょっと裏側に行きましょうか。なんか色落ちました。これトングね、トングとか長いんでここに入れてもいいんですけど、ちょっと下がね、出ちゃうかなという、ちょっと邪魔なんでね、これも内側に入れましょうか。はい、ここに入れましょう。よく使う火ね、ライター系を入れときまして、まあライターだとね、あの寒いとつかないので、ファイヤーライターズもねこっち入れておきましょうか。まあ、そしたら火関係で皮膚希望ね、これ入れときましょう。まあここでいいですね。まあすぐに使いたい、こういうマルチツールとか、ミニナイフあたりを、まあ、入れといてね、あのなんか食品とか買った時にねすぐにこうパッケージをね締めとけるような、こういうワニ口クリップみたいなのがあると便利です。なんか全然楽勝ですね。でなんかこう例えば引っ掛けたいけど輪っかがないなというふうなものがあれば、こういうね、これセリアのストッパーショーですね、これおすすめです。これね出すとこんな感じで、一方にねストッパーがついてるので、こういうところによいしょ止めておくと、これ当たってもね落ちませんので、どうしてもあのキャンプとかね、あの朝早くとか夜とかなんか暗いところで物を出し入れしたりするシーンがあるんですけど、なんかこれが落ちてね下にどっか行っちゃうとストレスですので、こんな風にしとけば、何かしらね特にフックがないものでもこんな風に引っ掛けて持つことができるんじゃないかなと思います。いいですよね。じゃあもう一個いきましょう。こっちには、これいきましょうか。ポーチ、
ポーチね、これもいろいろ入ってますけど、こういうものも引っ掛けられます。で、まだ行きますか。まあどうせなんでね、ちょっと限界までっていうか行きましょう。ちっちゃめの軽量カップ、それからシェラカップ、そしてじゃあこれね、いろいろ入ってますけど、ランチボックスとかね入ってる、シェラカップ系、それからこれは、45リットルの、パックカバーです。あの雨が降ったりした時にね、すぐにパッとこうこの上にかぶせて、よいしょ、濡れないようにしたらね便利なので、まあこんな感じですかね。相当入りましたね。であとは、こちらの、はい、こんな風にねしてやれば持ち運ぶことができます。めちゃめちゃ量が多いですね。はい、いいかどうか分かりません。見た目はねちょっとすごい激しいですけど、まあねこれは頼もしいですね。こちらだとちょっと見た目がねあんまりよろしくないなと思う方には、例えばこういうのもねおすすめです。ダイソーで売ってるコードブレスレット多機能って書いてて、これ長さがね290センチ、3メートル近くおりますのでね、こういうもの、ジャンコードですね。はい、こういう作りですね。で取りますとこんな感じです。はい、結構ね見た目が好きな方とこれ嫌いな方と分かれちゃう気がしますけどね、まあ、ほどくと3メートルあるので、使った後はこの状態に戻すことは極めて難しいと思うので、まあ、結局ねこうなっちゃうと思うんですけどね。はい、まあ、最初はこんな感じでもいいかもしれません。まあ、こういうのもですね、最初は結んでたんですけど、まあ、時間かけてねできるならこんな風にこう編んであればね、また元に戻せるのは戻せるんですね。私あちこちにこういうのやってはいるんです。ただまあなかなかねちょっとねめんどくさいし、時間がある時じゃないとできないので、そういう時はこういうのを買った方がね、まあ楽ちんちゃ楽ちんですよね。やっぱりカラビナとかつけてやった方がいいんじゃないかなと思います。まあ簡単な方法を切っちゃえばいいですね。まあせっかく DIY 動画なんでやっちゃいましょうか。まあニッパーみたいなもので切ります。これを差し込んでやるという風にできればうまくいくと思います。はい、穴が見えてますね、こんな感じ。はい、通りました。こんな感じですね。さっきの穴にカラビナ通しただけです。はい、で反対側もね、ここをもう切っちゃいましょうか。そしたらまた穴ができますのでね、まあ、本当はほどいてねやればこのアジャスターもねまた再利用できるんですけど、もうちょっとね面倒っちいのでやっちゃいます。簡単に割れますのでね。はい、でここの抜いて、こっちの方が穴が太いですね。慎重に穴がぐちゃぐちゃにならないように集中して抜くとこんな感じです。見えますかね、こんな感じです。でここに、刺してやります。こっち広いですね。はい、そうすると無事にねこういう2つのカラビナが左右につきました。これでちょうどこちら側とこちら側に、はい、つきますので、これはねどうでしょうか。いいなと思った方はねいいねボタンを押してください。まあ持つ時もね、持った感じもいいですね。さっきのに比べてもねちょっとこう持ちやすいというかね。ただほどいで使っちゃうと結局こちらに戻っちゃうと思いますけどね、ちょっとこう見た目というかね、より感じよくするためには使えるアイテムかなと思います。はい、今気づいたんですけど、表面にはね多機能コードブレスレットということで束ねる巻くホストしか書いてなかったんですけど、裏を見るとですね、ホイッスル付きというふうに書いてあります。見ると割っちゃいましたけど、ここがねホイッスルになってるっていうことで、なんかね緊急時なんですかね、人にね SOS を送りたい時にここから吹けば鳴るそうです。吹いてみますね。ということで M サイズのダイソーのバスケットなんですけど、そんなに大きくないんですけど、こんなにたくさんね収納することができます。
私L サイズのもう一回り大きいやつも持ってるんですけど、そちらにもね、ハンギングチェーンつけてるんですけど、それはね、相当大きいので、いつもね、余裕がある感じですね。なので、このぐらいの大きさの方が、持ち運んでも楽だし、コンパクトって言えばコンパクトなんで、いいんじゃないかなと思ってます。この動画がいいなと思った方は、高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。今回もご視聴いただき、ありがとうございました。